先発ピッチャー石井和久、腰痛のため体調は必ずしも万全ではありません。1回先頭バッターの上坂にフォアボールを与えます。赤星バント失敗でランナーが入れ替わります。3番浜中の2球目ワイルドピッチ、ランナー2塁へ、4球目にもワイルドピッチ、難なく三塁へ赤星が進みます。早くもピンチ、ランナーを背負います。ここで浜中センター前ヒット、簡単に先取点を与えてしまいます。3回先頭バッターの浜中、2エンドワンと追い込んでおきながらレフトへホームラン、これで2対0です。タイガース先発は谷中、2種類のスライダーを武器に丁寧なピッチングです。4回先頭バッターのペタジーニを歩かせます。そして古田、ワンツーから注文通りショートゴロ、6-4-3のダブルプレー、まず最初のピンチを引き抜けました。さて5回です。ワンアウトから土橋、左中間を真っ二つに破ります。土橋は一塁ベースを蹴り、二塁ベースを回って三塁へ、赤星はなんと返球をセカンドへ、セカンドからサードへ渡るという珍しいカットプレーでタッチアウト、チャンスを一瞬にして逃してしまいます。6回には2アウト2塁1塁、ここでもまた古田、2エンド1と追い込まれて逆球でしたがスイングアウトの三振、どうしても点が取れません。ピッチャーは2番手の島田です。8回2アウト2塁1塁から、これは守りで貢献した宮本のスーパープレー、もう一度ご覧いただきましょう。1回転して1塁へ、追加点を許しませんでした。その裏です。2アウトから稲葉がヒット、場内が沸きます。ペタジーニ今日は徹底して勝負してもらえません。歩かされます。すべてフォアボール。この時点で谷中は130球、木戸コーチがマウンドへ、そしてバッターが古田という場面です。場内は開きますが、ノーキューからの平凡なセンターフライ、スタンドでは婦人軍団が天を仰ぎます。さて試合は9回の表、上坂赤星とヒット、フルアウト3塁2塁となってバッター今岡です。ワンエンドワンからセンター返し、これで2者ホームイン、2点を追加、4対0となりました。なんとか本拠地神宮で胴上げをしたいヤクルトですが、9回ワンアウトからラミレスがバッターボックスに入ります。2球目を打ちます。広く空いた三遊間を破るレフト前ヒット、ワンアウトランナー1塁、8番の土橋、ヤクルト打線の中で1人気を吐き、今日4打数4安打、これでワンアウト2塁1塁、ピンチランナーは2機、しかし渡来三振に倒れて2アウト、トップに戻って真中です。最後の最後スタンドが沸きます。しかし真中2スリーからスリーアウトの三振、ゲームセット。呆然とする若松監督、ヤクルトはこれで18イニング連続無得点です。何としてでも決める、その気迫は1回宮本、続く稲葉もライト前へ運び連続ヒット、早速1、2塁のチャンスを作り、バッターは4番ペタジーニ。ヤクルトファンの待つライトスタンドへ38号スリーラン、打点でトップの清原を抜きます。いきなりの3点先制で神宮の森は優勝モードに突入。ところが4回先発ホッジスが2アウトから1点差まで詰め寄られ、続く代打山田には同点タイムリー。
さらに上坂、左馬の4連打で4対3と勝ち越され、この回でノックアウトとなります。それでも5回、古田フォアボールでノーアウト満塁の大チャンス、バッターは岩村、快速を飛ばし内野安打、同点に追いつき、なおもノーアウト満塁のチャンスが続きます。続くはラミレス、さらに土橋もサードゴロに倒れ、ツーアウト満塁。ならばここでとっておきの代打、池山、ノーアウト満塁でわずか1点しか奪えず、まさかの同点止まり。その後は中継ぎ陣が踏ん張り延長戦へ突入。9回から登板の、守護神高津が気合のピッチングを見せ、2イニング走5三振、選手会長がチームに喝を入れます。そして10回、ツーアウト1、2塁とサヨナラの場面を迎え、稲葉、ヤブからこの日2つ目のデッドボールに、普段温厚な男がマウンドへ、一触即発のムードとなります。スタジアムが最高潮に達し、バッターボックスに向かうは4番ペタジーニ。ペタジーニ対ヤブ、息を呑む対決はカウント 2-3 からの8球目。ペタジーニが甘いボールをミスショット、この瞬間総立ちのスタンドからはため息がこぼれ落ちます。神宮の胴上げに残されたチャンスはあと1イニング、ツーアウト1塁で代打白石。これが生みの苦しみか、マジック1が点灯。